ソニーソニーグループソニーミュージックエンターテインメントソニーミュージックレーベルズキューンミュージック級会社情報キューンミュージックはソニーミュージックレーベルズの社内レコードレーベル通称はキューン9名のキューンソニー企画品番頭2文字のケース等1992年4月ソニーミュージックエンターテインメント内レーベルのうちソニーレコードの フィッツビット、トレイファート、EPIC レコードのライフ、サイズ、メジャーフォース4つのレーベルを移行し、キューンソニーレコードが発足。テクノポップやヒップホップ系のミュージシャンが多く所属していたレーベルが組み合わさった関係上、現在でもソニー内では個性派レーベルとして位置づけられている。社名はドイツ語で大胆な、勇敢なを意味する形容詞。 KHN に由来する。また、創業者の丸山茂雄によると、キューンと、勢いよく行くようにという意味も込められているという。元社長の中山道彦は CBS ソニーグループの学校名不問採用試験制度第1期制である。商品の企画品番に記載されているケースは、キューレーベル名のキューンソニーからの名残である。1992年4月。 キューンソニーレコード設立。1998年4月、キューンレコードに変更。2001年10月 SME 制作部門から、ソニーミュージックジャパンインターナショナル、ソニーミュージックレコード、エピックレコードジャパン、ソニーミュージックアソシエーテッドレコードとともに分離され、法人化。株式会社、キューンレコードとなる。2012年4月レーベル創立20周年を、 記念称号及びレーベル名をキューンミュージックに変更。2014年4月、ソニーミュージックレコーズに吸収合併され、新たに発足したソニーミュージックレーベルズの参加レーベルとなる。エトセトラ、ワイヤコンピレーション D-Vibes2002 から2005までは、ネオシテからの発売エージアン、カンフージェネレーションプレゼンツなどの無限コンピレーション、その他、サウンドトラック。ありがとうございます。